俺の祖父の体験談を一つ当時祖父が住んでいたのはお約束っちゃお約束だけど偏僻な山麓の農村だった住んでる人が少ない上えにその村から外に出ることもないから村一つで一個の大きな家族みたいな感じだったんだなそこで当時小学生だった祖父は肝試しとか鬼ごっことかして育っていった そんなある日祖父の親友以下公とするの家に新しく弟か妹ができるみたいな話をそのコウから聞いたらしい祖父も喜んでまた家族が増えると心の底から祝ってやったコウの話だともう弟の場合も妹の場合も名前は決まっているらしい 親にその名前の由来を聞いたら大きな幸せを作るようにとかのもっともらしいことを言われた後にずっと前から決まってたんじゃみたいなことを言われたらしい当時の祖父はよくその意味が分からなかったらしいがなんとなく幸せそうな雰囲気だってことは分かったらしくてただただ笑っていたらしいそんで に下の子ができるってことが周知の事実になったある日こうが祖父とその親友以下オツとするに神妙な顔で相談を持ちかけてきたらしいどういうことかというと父ちゃんが毎晩遅くにどこかにふらふら歩いていってしまういくら聞いてもどこに行くのか教えてくれないしすごく遅くに帰ってくることもある という内容だった「祖父とオツはお産が迫っていろいろ忙しいんだろうみたいなことを言ったがこうは必死な顔つきで泣きそうになりながらも「違うなんだか行って帰ってくる時の父ちゃんは怖いなんだかわからないけどすごく不気味なんだ他の大人に話しても取り合ってくれないし」と主張する。 事態は分かったけどどうしたものか祖父と康が頭をひねらせていると乙が突然思いついたように言い出したそれなら夜俺らで集まって康の父ちゃんの後について行ったらいいじゃんみたいなことを言ったらしい康も祖父もえって感じだったらしい夜に出歩くということもさることながら なんだか不気味な雰囲気が漂う提案である甲が返事に困っていると乙が「なんだ怖いんか今度お兄ちゃんになるんだろう?」というふうに「兄」というワードをちらつかせるすると甲はすぐに「分かった行きゃえんだろ?」と了承したらしいこうなると祖父もしぶしぶ参加せざるを得ない 深夜「乙は祖父の家に」「甲と祖父は乙の家に泊まりに行く」と嘘をついて甲の家の前に集まったしばらく三人が物陰から様子をうかがっているとなるほど甲の父がふらふらとどこかへ誘われていくすぐに三人は後ろに続き出した真夜中 月のほかに明かりもない道をふらふらと歩く孔の父。だんだん民家もまばらになり、やがて闇と無音が辺りを包んだ。孔はもう泣きかけで、必死に祖父にしがみついて歩いている。いつまで歩くんだ。俺らは家に無事に帰れるのだろうか。そんな考えがだんだん濃くなり、 祖父がとうとう帰ろうやと言おうとした時オツが小声で「隠れろ」と叫んだ一番視力の良いオツに言わせると甲の父は雑木林の中の物置のような小屋に入っていったらしい三人は岩陰から物置を見守るすぐに甲の父は物置から出てきてまたふらふらと木戸をたどっていった 甲の父が完全に見えなくなったのを確認すると乙が立ち上がり「よっしゃ帰り道は覚えた」「川2回渡って右だ」と言いながら持参した油と布切れと底いらの枯れ葉を枝に巻きつけて小型松明みたいなものを作ったそれに着火するとなかなか辺りは明るくなる仏は幾分安心したようだ 祖父も暗闇から解放されて安堵しているとすぐにオツが言った「ほれ早くあの小屋のぞくぞこれすぐに火消えちまうから」祖父もうもその一言に相当びっくりして首を横に振るオツの神経が信じられなかったというしかしオツはまた お兄ちゃんがそんな弱虫だと下の子はかわいそうだなみたいなことを言って公を挑発する仕方なく公も祖父も建物に入ることにした古い木材でできているきしむ扉を開けて中に入るそこには穴があったらしい 小屋の広さはさほどじゃないが床に一部分大きな穴が開いている木材が腐って開いたような穴じゃなく完全な円形の穴だ床を貫いて下の土にも穴は続いている覗いてみると深く暗いこの時点で孔も祖父も相当不気味なものを感じ取って たただただ身を寄せ合って震えているするとオツが突如大笑いしだしたコも祖父も状況が飲めずにいるとオツはなおも笑いながら言う「こいつは便所だコウ四隅に髪が重ねてあるだろうそいつで尻を含くんだ」祖父も初めはポカンとしていたがやがて笑い出した なんで便所をこんなに怖がっていたんだと甲はただぼーっとしている乙が穴をまたいでクソをするジェスチャーをした途端、甲が口を開いた「違うこれ」「便所じゃないよ壁おかしいも」ん。えっと祖父も乙も壁を振り返る そして凍りついた。壁にはびっしり紙が貼られていた。四方全部、ところどころ隙間はあるが。そしてそれには、それぞれ祖父の村の村人の名前が書かれていた。三人はただ壁を眺める。不意にオツが、あっと声を漏らした。 オツが指さした紙を見るとそこにはオツの名前が書かれていたオツより年下の子どもの紙がわずかにオツの名前の紙に重なっているすぐにコウの紙も祖父の紙も見つかったコウの母の紙もオツの父の紙も全部。 立ち尽くしている祖父とツをよそにウは隅の紙を手に取る少しの間ウは紙の束をめくっていたがやがて二枚の紙を見つけ出して抜き出した「これ俺の下の子につける予定の名前だ」その紙には「名字のスペースは空白だったが以前聞かされた弟・ 妹の名前が書かれているうはその二枚を突き出したまま固まっている祖父が振り返って隅の髪の束を見るそこにはやはりびっしりと聞き覚えのない名前があった「これ全部これから生まれてくる子か?」 びっしり名前が張り巡らされた四方の壁床の真ん中の大きな穴そしてこれから生まれてくる子どもの名前が書かれた紙の束「ここに村がある」「その時ふっと小型松明の火が消えた突如真っ暗になる」 三人は弾かれたようにその小屋を出て一目散に走り出した無我夢中で各々の家に帰ったという祖父はその何ヶ月か後に関西の方に引っ越すことになる結局何かタブーのような気がしてあの小屋が何だったのかは大人に聞けずじまいだった たとえ教えてくれるという大人がいても、決して詳しく聞くことはしなかっただろう。と祖父は言う。祖父はこの奇妙な体験談を話し終えた最後に、布団の中でこう言った。あの紙の束には、当然生まれなかった子供らの名前が含まれるわけや。 の家に生まれたのが弟だったら妹用の名前はいらなくなるやろ他の家族の子にその名前使い回すこともできるけど多分そうはせんかったと思う多分その使われなかった名前というか生まれなかった子供らの名前をその穴に捨ててたんとちゃうんかな 昔から長いことずっと多分あの小屋がなんとなく恐ろしかったのは真ん中の穴があったからちゃうんか子供の名前を捨て続けた穴今やってもようあそこに行く気はせえへんわまあ物のなって 亡くなってしまっとるやろうけどそれだけ言うと祖父は眠った。